はい、おはようございます。ちょっとコロナでわーわー言うておりますけども、今日もよろしくお願いいたします。ともうすっげえ向かい風、大丈夫かな。声がひょっとしたら風切りでかなり聞こえないのかもしれませんけども、よろしくお願いいたします。コロナでね、騒いでおりまして、高知県はですね、人口の割には結構バタバタと、コロナの患者さんがね、増えている、ような感じですけども、なかなかね、外に出ていけないようなね、特別警戒みたいなことでね、特に行動の制限とかはそんなにはないんですけども、外食の家族以外の、ものと一緒に外食しないようにとか、いろんな人が集まるような会がいろいろ中止になったり、出ないように職場から通達が出たり、やっぱり、去年の、今年初めのような状況に戻っているような四万十市であります。そんなところで、四万十市が、街ね、今どんな感じになっているのかちょっと行ってみようかなと思います。そんなに変わりはないと思うんだけどね。本来のね、ムードに戻ったって感じでしょうかね。なんかここ最近はね、特にその GoTo とかで少し、気持ちが緩んでいるようなね、そんなムードがあったので、またちょっと引き締まったような感じがしますけどもね。よいしょと。よいしょと。年末に差し掛かっておりますけども、皆さんいかがでしょうか。今日は、安定の GoPro とピンマイクによる別撮り音声で録画しております。いやー、この間のね、須崎とか久保川の散歩動画がですね、結構500回とか600回とか、皆さんご覧いただけているご覧いただいているようで、とても良かったです。グッド評価もたくさんいただいておりまして、本当にありがとうございます。20件とか2、30件いいね評価いただきまして、誠にありがとうございます。よいしょと。こちらが岩崎地区になりますね。ここのパン屋さん結構おいしいよっていうね、噂です。さっき奥さんやったね。結構須崎、それから久保川で の字幕を入れた感じがですね、結構僕の中で結構良かったので、字幕を入れつつ行ってみようかなと思います。動く文字ね、動く文字は良かったですね。あれ、ダヴィンチリゾルブの優勝版かな、17か、バージョン17か優勝版か、どっちか一緒にバージョンアップしたんで僕分かんないんですけども、あれにするとね、フュージョンタイトルって言うんですけど、動く文字ね、ペン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 みたいな感じの動く文字を、こう動画の方へ入れるときにプレビューできるようになりましてね、こういう文字はこんな風な動き方するよとか、こんな風な動き方する、マウスオーバーすることで、見えることができるようになったんですよね。あれがめちゃめちゃ便利になりまして、それで、ああいうフュージョンタイトルを、たくさん盛り込んで生きやすくなった環境になりました。よかった。あれ、ダヴィンチリゾルブ使われてる方はぜひとも優勝版にすることをお勧めいたします。めちゃくちゃ書き出しも早くなったしね、すごい便利になった。3万9000円だったかな、3万9000円買い切りで
払うともう全機能が使えるよっていうね、はい、あれすごいわ、神谷は本当。プレミア、アドビのプレミアとかさ1ヶ月に6000円ぐらいでしょ、1年で5、6万かかるわけなんだけど、もうあのダビンチリゾルトの場合はもう3万9000円買ったら次のバージョンも全部無料で、あの買い切りで、バージョン部対応するということなんで、本当神ですよねあれね、はい、ますます使いやすくなって、しかも、書き出し速度が3倍になりました。これはもう書き出しする人にしかわからんと思うんですけども、例えば、動画って1枚1枚の絵のつながりなんで、静止画のつながりなんですけども、1秒間に何秒その静止画を書き出せるかどうかが、書き出しスピードになるんですけども、だいたいね1秒間に20コマ1秒間に20コマ書き出しできるんです、できてたんですね、無料版の時は。でこれが、例えば1時間の動画ならそうですね、1時間20分ぐらい、その実時間ちょいかかるぐらいで、1時間20分ぐらいでパソコンから書き出しできるって言ったんですけども、有料版にするとですね、もっとパソコンのスペックをたくさん使って書き出ししますよっていう、そういう機能が付け加わりましてですね、これが1秒間に60コマぐらい書き出せれるようになって、もう3倍、1時間の動画が20分から30分ぐらいで書き出せれるようになったということで、これはすごいことになってね、これは4万円払った価値あるなというところで、はい、かなり撮影それから編集のコストが上がった最近ですけども、この辺中村病院になりますね。いや、あのもともとほらそんなに人口がいない町だから、いつも通りの感じなのかな、どうなんだろう、もともとこんなに言うと怒られるけど、もともとゴーストタウン化してる町でありますので、まあ、コロナだから人が出が少ないとかそういう感じでもなさそうですけども、まあいつも通りって感じがしますけども、まあそんなんで、まあぐるりいつも通りの道を歩いてみよう、まあ自転車でね行っております。ここが、文化ホールですか、文化センターですかね、あります、文化センター。ここも建て直しするのかな、もう階段しかないのよね中がね、エレベーターもなかったんじゃないかな、だからね、あの階段とかね、トイレがね、段差がむちゃくちゃあって、あの文化センターでこけて骨折みたいな人が何人かおりましたけどもはい、まあ、かなり古い作りになりますね、建て直しするんじゃないかみたいな噂がありますよねま街の方はねどんなんかな、向こうに行くと中港になりますね、今回ここを右に曲がっていきます。もうそろそろ郵便局が見えてきておりますね、郵便局が見えてきました、元町あたりでしょうか、中村元町みたいなねところに、おびっくりした、いつも通りですね、さあどこへ行こうかな、あんまり行ってないとこへ行きたいんだけど、もうほとんど行き尽くしちゃったような気がしますね、京町筋行ってみようかな、京町、京町通りになります、うん、シャッターが閉まっているところが多くなっております、以前はですね楓書房とかね本屋さんがあったり、しましたけども、まあ、僕たち高校生の時代いわゆる 2,30 年前もね同じような感じでしたけどもね、あのもう街がこっちの方はもう本当に何十年も昔のメインストリートという感じでしょうかね、楓商店がありますね、
ここへ前本屋さんだったような気がしますね。本屋さんで問題集買ったりしましたかね。ここが丸番の醤油ですね。ここの醤油めちゃくちゃ美味しいんですよ。あの話ちょっと変わりますけども、中村はね醤油が美味しい町になりますね。ここはあんまりね有名、まあ地元ではまあ当たり前の事実なんですけども、あんまり全国に発信されてないなっていうイメージがあるので、地元で消費されよう感じですけどもね、富士丸津、丸佐、丸番、この辺りの醤油、富士丸津になったら愛媛の方になるんかな、上辺とかあっちの方かな、一本松とか愛南町あたりの醤油になるんでしょうか。富士丸津あたりもね美味しい醤油なんですよ。あの、刺身醤油ね、皆さん醤油をつけて刺身を食べると思うんですけども、こっち旗の方の醤油はねちょっと甘みが入ってるんですよね。あの甘みがねとても優しくて美味しい、味で、あの一回旗の醤油で刺身食っちゃうとキッコーマンとかな、あんな醤油で食べられへんなるよねあれね。本当に、こっちの醤油は刺身で食べるととても美味しい醤油です。丸佐かな、一番有名なのは丸佐、だから先ほどの丸番でちょっと行って富士丸津みたいなところの醤油はとても美味しいので、これね時々高知の方のお店でもね売ってるよね。富士とかに、確か富士グランとかに置いてたような気がするな。ぜひ皆さん手に取って、お買い求めいただけましたらいいかなと思います。これも絶対食べてください。醤油めちゃくちゃ美味しい醤油です。食べた瞬間分かります、あー違うなっていうのがね、はい。もうキッコーマンなんかで刺身食べてあきまへんよ。もうあんなんで食べたらもう口腐りますよ。本当にもう辛いだけですからね。ぜひとも皆さん、実食あれというところですね。さあ町の方へ入ってきました。アーケード通ってみようかな。あそうだ、もう冬になってねアーマンドのシュークリームが買えるようになりましたね。アーマンドはあのクイックペイ使えるので電子マネー使えるのでね、非常に使いやすいお店となっております。クリスマスムードでございますけども、どうでしょうか。いつもと変わりない風景ですけどもね。あここ閉まってるわ。あそっか、あそこは一時的に借りてたんだね。あの畑漫画クラブさんね、ここありましたけども、F2 さんはまだやってますね。でもあまだ開いてないのか、ここ11時からなんよねここね。そうだそうだ、11時からなんでまだ開いてないんだった。こっち行こうか。この前のねあのお好み焼き屋さんで昔、大昔、動画を撮らせてもらいまして、あの当時は許可も取らずにそのまま撮ってそのまま出してましたけども、はい。あここクリスマスツリーがあるよ。晴れの場さんの、ところではクリスマスツリーになるのかな、イルミネーションが、されてあります。わあ気持ちいいね。綺麗やろね夜着いたらね。今度取り行こうよかな。いいよこしょと。峡谷のお好み焼きね、ずっと昔高校の時に、食べてましたけど、結構素材があのサクサクの食感で結構美味しかったな。最近は柔らかいねベタベタのお好み焼きというか、柔らかめのお好み焼きが流行ってるのでしょうか。家で焼くお好み焼きはね、あのとろろ芋がいっぱい入った、まあ、柔らかいお好み焼きが結構多く出るんですけど、嫁さん焼いてくれるんですけども、峡谷のお好み焼きはなんかねサクッとした食感で、まあ、これ美味しいなと思って、食べましたけどもね、また食べに行きたいなという感じです。あのネギ入れるの忘れてて豚肉の生の豚肉と一緒に入ってたネギをそのまま、かけ忘れて食べる直前にかけて食べたんですけど、大丈夫だったんでしょうかあんまり良くないよねあれね。ここが NTT 西日本 NTT ですね。
よく皆さんがね、あの鉄塔は何ですかって言われるんですけども、ここ映っているのが、NTT の鉄塔になります。赤白の鉄塔ね、もう一本向こうにあるよね、あれテレビ塔っていう噂がありますけどね、はい、遠くから、ね、よく見えるんですよね、この白赤のアンテナがね、どっからでも見えるという感じなんで、ここだよね、確かね、ここのアンテナだったような気がするな。もうないよね、アンテナ。もう一本あったっけ、ここだった。テレビ塔じゃなくて、あれ NTT のアンテナか。あー、そうかそうか。で、ここが裁判所になりますね。この前、ぼや騒ぎがあった、検察所もありますね。検察庁もあります。この辺ちょっとマンションがまた立ち並んでる感じでしょうかね、以前松本病院によってね、内科の病院がありましたけども、そこ取り壊されてですね、大きなホテルでしょ、ホテル？マンション？マンションかな、穴吹きって書いてたから穴吹きだったっけ、ちょっとわかんないんだけども、マンションが建とうとしております。鉄骨が組み立てられておりますね、このままちょっと行ってみましょう。どうですか、こっちの方あんまり行ってないよね。宇山方面も行ってみようかな。宇山方面行きましょう。ここからずっと行って、左側降りていきましょう。陽平くん家の近くでしょうかね、この辺りはね。陽平マン、陽平マンって、ね、読んでましたけど、今どこにおるんだったっけ、高知におるんやったっけ、時々なんか、昔高知で住んでた頃にばったり会いよったような気がしますけども、この前寿司、ね、大量寿司って書いてますけども、ここ昔、角くんっていうね、もう死んだように言うと話してますけど、角くんね、いましたよね、魚屋さん、角の魚屋さんがありましたけども、今どこにおるがやろう、中村におるがやろうか、もし見てたらコメントください。同窓会もできないしね、こんな感じだとね。あれいつやってたんだっけ、同窓会は7月、7月のなんだっけ、6日やったっけ、76年生まれやから7月6日やみたいな話を聞きましたけども、多分7月ぐらいにやるんじゃないかなと思うんですけどね。まあそんなんで、市役所前取り掛かろうとしております。うわ、ここ、あららららら、ここ壊されてんのこれ、マジで、ほら取り壊しなのこのビル。台北に1回来たことあるけどな、台北結構感じ良かったけどな。あらら、なんか壊れていくものがね、多いですね。本当なんか寂しいですね。まあかといって、まあちょこちょこ来よったかっつうとそうでもないからね。あんま外には飲みに来ないし、しょうがないね。まあ地元のアイコンとなるようなお店が建てばいいんですけどもね、アントンとかホリデーとかね、昔行ったあんなお店ね、懐かしいなと言えるようなお店が残っておいてくれればいいんですが、この子やもん、これはね、潰れてるね。なんだか本当空きビルとかシャッターが本当に多くなって、これもコロナの影響も追い風になってるんでしょうけどもね、これこんな感じで、どん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 お店の中がなくなっていってるようなね。あ、北京亭も定番ですね。北京亭はいいですけどね。ラーメン、帰りのラーメンは絶対北京亭か、それから綾か、ね、でしたけども、はい、なんか食べたくなるよね、ラーメンとかね、帰りの飲み会の後
お腹いっぱいなんだけども何か食べたいみたいな、温かいもん食いたいみたいな、そんな感じですけども、あや食堂のニンニクラーメンをね食べて翌日嫁さんに怒られるみたいな、ものすごく臭くなるよね、あのニンニクラーメン、あれがまあうまいっちゃうまいだよね。まあそうやって外に飲みに行くこともなくなりまして、はい、まあ、特別警戒が出されたわけなんですけども、まあ、消防でのですね出初め式であったりね、あの年末警戒言うて、あの火の用心でもあるんですけども、あれなんかもね中止になってしまいましてですね、非常に、全部ほとんどが中止になりましたね。これは静かなんでしょうか。あんまり変わらんな。うん、いやけどやっぱりね、YouTube を始めましたみたいな YouTuber たちがね、やっぱり、若い子たちがやっぱおって、それちょこちょこ見てたんですけども、まあ大阪の友達のところに遊びに行ってきたよってみたいな動画をね、まあ YouTuber のとしゅうかですね、まあ、ついつい撮って、まあ、遊びに行ってあげるみたいな動画もやっぱありましたけども、やっぱりねこの時期県外とかあんまり行かない方がいいのかなという感じもする。まあこんなこと言うとまた怒られるんでね、まあ、やめておきましょう。これ経済回す観点もあるんだみたいなコメントも来たりするんで、この辺にしておいてですね、まあなかなかね僕としてはまあ伊予高地とかね行ってみたいところもありますけども、まあどうしても行けないなと思う感じですね。まあ、市中感染という噂もありますので、その感染経路不明みたいなね、そういう話も聞きますので、はい、どこでもこう起こりうるものとしてね考えて、おくということと、まあ、自分自身がやっぱり背菌者というか、その補菌者というか、人にうつさないようにというような発想のもとね動かないといけないのかなという感じですけどもね。こっちの方も行こうか。富士でしたね、昔警察署の跡地があったんですけども、そこへ富士が移ってですね、空いたところに、薬のレディーがやってきております。立体駐車場はなくなりまして、平地の駐車場になりました。こっちの方がやっぱりお店管理しやすいんかね。いろんな不具合があったんでしょうね、あの立体駐車場なんかもね、管理料が結構かかったんじゃないかなと思うんですけども、そんなところですね。だから人と話すときとかに、マスクをさってつけるというところで、どうしてもこう相手方の人を考えるあまり、相手方の人にこう話しながら相手の顔を見ながらさっとマスクをするっていうのが、なんか気が引けるみたいなところが昔あったんですけど、なんか向こうをこうバイキン扱いしてしまうみたいな感じで、マスクしようかどうしようかなとかって、いうジレンマないですか。 あれね、やっぱ考え方やっぱあってですね、自分が背筋してるとね、ウイルスを出してるってい うように頭の方を変えてですね、相手を守るという意味でマスクをつけるという、そういう意識転換が今後必要になってくるんじゃないかみたいなね、お話をしておりましたね。マスクするんだ、あなたバイキン扱いするんじゃないんだよ、あなた守るためなんだよというのね、発想の転換が必要になってくるということのようですけどもね。おー、びっくりした。マスクのお話も結構、あら、ここもなんか取り壊されてるね、教育委員会の跡地だったり、なんか、工場がなんかあったような気がするんですけど、あ、ここやっぱあれかな、公民館とかのあれになるんかな、JA が向こうに行って公民館がこっちに来てみたいな、この辺一帯またちょっと区画整理されるのかもしれないですね。なんかいろいろ建てたよね、なんだっけ。まあこんな感じで僕の動画も、あれ、あこ何が建っちゃったっけって時に見直されたらすごくいいなと思うんですけどもね。ここが上山さつき町になりますね。さつき、昔のさつきですね。僕らなんかいつもさつきさつきって言うんですね。アピアでしょとかって、県外とかから来た人らに言われる、アピアでしょアイクさんって言うんですけど、いやいや、地元の人らにとったらここはね、アピアとかじゃなくてさつき長いけん、やっぱり
さつきね、そうだよね、さつきっていうもう頭のなってんだよね。あの久保川のあの水車亭また言ってる水車屋、もうあれ分かりにくいよね、あれ。あの水車屋の件でね、あの水車亭水車亭って言ってたらあのコメントご指摘誠にありがとうございます。え、誰さんだったかな、あの指摘いただきまして、あの水車屋ですよみたいな。そうそう、あれいつも俺忘れるのよね、忘れるというか頭にこびりついて、あの水車亭ね、水車亭って書いてある、あれ水車屋って読ますんですよね。あれがなかなかね罠でしてですね、未だに、水車亭水車亭って言ってしまいますけども、はい。まあ、さっきのさつきも同じで、あのアピアとかになってもね、やっぱどうしても頭の中はさつきとついつい出てしまうということですけどもね。ここで昔ね、あの太陽クリニックって昔ね病院がありよったんですけども、あれなんか新しい建物建ってるね、なんだあれ、家が建ってる、何屋さん、うわすげえ、すんごい拡張やん、へえ、なんだここ、へえ、ここね昔跡地なんか空き地があって、ここを、太陽クリニックがあったんですけども、ここ何屋さんだろう、なんか人がいっぱい集まってる、なんか宗教関連でしょうかね、なんか変わりますね街もね、ちょっとずつね。さっきのとこレアなんじゃないですか、さっきの映像ね、えちょこちょこ中村も変わっております、ね、あちなみにこの下に引かれているこの線はあの無人バスね、電気自動車を通すみたいな実験があって、そのレールの跡地になっておりますね、レールの跡になっております。よいしょ、画角のチェックができないですけど大丈夫ですかね、よいしょ、まあ、こんな感じでちょこちょこ空き地が残って農地があるんですけどもね、草がすごい、あこの辺は変わりないな、近畿散髪屋さんがありましたね、近畿、僕らはもう上山の中島で散髪してもらってましたけどね、中学校時代は、中学校時代坊主やったけどね、あの先生が来てキュッてやって、この指の先から毛が出ちゃったらはい違反言うて1センチだった、だいたい1センチに切るかどうかみたいなところで坊主でしたからね、僕ら中学校時代は、あれも楽やったけどね。そんなんで、あここタコ公園ですね、タコ公園が来ました、こっち文政堂、あれ文政堂のとこも空き地になってる、へすごいね、なんかラッシュやね、解体ラッシュやね、なんや、いろんなとこなんか破壊されてるやん、マジで空き地だらけになるぞ中村、それでまた駐車場になるわけ、寂しいな、なんかうそー、なんかちっちゃい時に遊んでた風景が変わってくるのは寂しいですね。ここ昔一心助け寿司やったですよね。一心助け寿司ないもんね。あうどん屋さんはちゃんとさぬき屋さんあります。今度食べ行ったろうかな、ここ。さぬき屋でね、隣がね、あのしほちゃん、たこ焼きのしほちゃんなんだけど、あの昔あのアクアラングのお店ってでしょ、あのスキューバのお店、そこのね、あの息子さんとよく遊んでてね、沖田くんっていうね、沖田くん家であのゲームしてドルアガーの塔とかやった後にここうどん屋さんでうどん食べたみたいなね、はい思い出があります。150円だったかな、100円だったかな、握りしめて、あばちゃんうどん言うて言って、具がない具なしうどん食ってたら、おばちゃんがなんかあのまあ、その当時もヒエラルキーがあってですね、ちゃんとねうどんのね具を入れる子もおりゃあね、
僕みたいにね、最下層で底辺ですよ、もう、うどんの、具入れずに食うみたいな、そんな具入れずに食うが恥ずかしいみたいなあれがありましたからね、ヒエラルキーが。ほいで、僕うなじゅうどん食ってたら、酢うどん食ってたらおばちゃんがかわいそうやからって天かすくれて、うわー天かすもらっちゃう今やったらどうでもええやんねえらいなんか腹立ってうどん食ったような気がしますけどはい、天かすうどん言ってね食べました。はい、そんな思い出がありますね。100円150円だったような気がするけどな。はい、うわここすごい、何ここ、ここもまた取り壊されたね。宅地になっちゃう。すごいね。ここは相変わらず空き地やな。ここは相変わらずの空き地ですわ。あー、ここマコリンちね。マコリン見てるかな。マコトくんち、岡崎のマコトもろ名前出しましたけども、マコリンちがありましたね。ここへよう遊び行ったな。遊び行ったわ、おんちゃんがおってな。ファミコンいつもして遊ぶからさ、今みたいにね、タブレットみたいなものがない時代やったから、全部家のファミコンはさ、家の一台あるそのね、テレビにつないでやるもんやからさ、やっぱ親の機嫌を伺いながら遊ぶみたいなね、ことをしてましたけども。ほいでおっちゃん切れたんやな。もうヘチマがその当時流行っちゃって、ヘチマのこのバットぐらいの大きさのヘチマのヘタがあってやね、そのヘチマを持ってやね、おもちゃんが部屋入ってきて、もうヘチマをバーンって床に叩きつけて、もうピコピコやめれってピコピコやめれって怒られて、はーい、しぶしぶなんか、やめて外遊び行ったみたいなね、記憶があります。ヘチマ持ってきて怒り出したからね、おんちゃん面白かったな。ここにも遊び来たね、沖田の、もっと大きいような家だったような気がしたけど、叩き屋さんね、ここ遊び来たな。おばちゃん元気なんかな。おばちゃん死んだやろうね。僕ら小学校の時におばちゃんやったからね、おばあちゃんやったからね、そら死んだよね。うわ、ちょっと雲行き怪しくなってきたな。まあええ感じの時間にもなったんで、まあこの辺で終わろうかな。コロナ禍の四万十市の情報でした。職場の人向こう側に住んでた、山本町の山本やね、山の元やね、おるみたいですけどね。はい、まあそんなところで、長池荘の前あたりで、今回動画終えようかなと思います。最後までご視聴誠にありがとうございました。次も中村の映像になると思います。なかなか外へ遊び行けないので、地元の風景を撮るしかないですね。田舎の風景をお送りしたいと思います。またよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。と730名ぐらいになりましたね。年内には750名ぐらい行きたいなと思いよりますので、またよろしくお願いいたします。それではまたね、書いたらね。